はい、こんにちは。今回なんですけれども、本日ね、来月の新しい季節の花、こちらがね紹介されたのでね、一緒に情報を見ていこうかなと思います。で、今ねゲットできたんですけれども、なんとね、現在開催されている旧正月イベントのパンダですね、チョコのりパンダドリームカラー、こちらゲットすることができました。こちらをねゲットするためには、お題をね20まで進める必要があります。で、お題20まで行くためには本場をですね1800集める必要があるんだけれども、ちょうど明日と明後日また巨大なキノコがね出現するんで、まあ、そこでね、その1日のキノコ無料3回分を全部巨大に入れたんだったら、1080ほどね本場をゲットすることができるから、まあね、自分がこのパンダ取れそうかどうかっていうのをね逆算してみてね、あとちょっとで届きそうだなって方はね、おかわりチケットなどね入れてみるのも、まあ、良いのではないでしょうか。そしたら早速使っていきますか。はい、お、いいんじゃない、これ、この夢カラーというかパステルカラーみたいな感じのパンダで、このパンダね後ろ姿もたまらなくいいですね。いやー、なんとか今回のイベント綺麗に終われそうです。で、開花予報ですね、こちら見ていきます。3月のフラワーはヒヤシンスということでね、これちょっと、この岩ピクミンが頭にヒヤシンスつけてるんだけど、めちゃくちゃ派手ですね。すごいな、これデコピクミンがこれつけたらどうなっちゃうんだろう。なんかめちゃくちゃ、なんだろう、情報量の多いピクミンが見れそうな感じがする。で、ヒヤシンスはね、もうここに映ってる通り白と赤とね黄色と青の4色展開で出てきます。で、これね、次に書かれてる情報ね結構大事なんだけれども、3月中はヒヤシンスをね頭に咲かせたピクミンのお仕事力が他の花をね咲かせたピクミンよりも高くなると書かれてます。でね、こういったねボーナス、まあ、今月の季節の花を咲かせると他の花よりも強くなるっていうボーナスは、実はねもう結構前からありまして、今回だったらね梅ですね、梅を咲かせると他のね花を咲かせた時よりもお仕事力がね実は高くなるんですよ。どれぐらい強くなるのかというと、まあ1しか実は変わらないんですね。これ右側は椿を咲かせた岩ピクミンで、左側はね梅を咲かせた岩ピクミンとなるんだけれども、まあ隊列をね40組める人だったら、実はねその40ほどさらにお仕事力を上げることができます。この1の差はね、まあそんな大きい差には見えないんだけれども、まあ、ピクミンをねたくさんキノコに送ることができる関係で、まあ、結構ね実は大きかったりするんですよ、この1の差というのは。で、今回のねイベント、まあこういったねキノコ、壊しにくいキノコが現れるようなイベントが、まあ、やってきてるんだけれども、あのね、こういったねイベントの時にね、やっぱりねお仕事力がね重要になってきますよね。だからこういうね、その今ね生えているような旧正月のキノコとかを壊す時は、なるべくねその月の季節の花をね咲かせることをね僕はおすすめしてます。来月で言うんだったら、まあ、来月もまあおそらくねイベント自体はあると思うんだけれども、その来月のイベントでもなるべくねヒヤシンスをピクミンの、ね、頭に咲かせてキノコにね挑むことをおすすめします。ヒヤシンスの他に入手できる花としましては、周りにね梅やパンジー、桜、ネモフィラ、アネモネなどが入手できます。まあ、これを見た限りだと、そうですね、白いヒヤシンスは若干入手が難しいのかな。そうですね、5分の1の中から狙わなくちゃいけないから、ちょっと入手難易度が高そうではあります。さらにこういった花をねイベントで使う際は、ヒヤシンス、まあその月の花の他に別のね種類の花も使うことが多いです。で、来月ね使いそうな花といえばアネモネですね。アネモネは昨年の3月の季節の花になるから、おそらくねアネモネイベントチャレンジでね使う可能性があると思います。もしね使わなかったら申し訳ないんですけれども、一応ねアネモネ、まあ、無駄遣いしないようにするとか、なるべくねそのアネモネの花が咲いていたらエキスを積極的に取るなどねしてみてください。さらにですね、コミュニティでこちらもやってきますね。ただね、コミュニティでの日程がこれ3月の16と17なんだ。だいぶ先だねこれ。マジか。今回のイベントが、まあ、いつから始まるかちょっとわからないんですけれども、コミュニティでの日程的には結構後の方ですね。だからそうだな、最初の方のヒヤシンスの集め方はやっぱり、まあ、キノコ頼みになるのかな。いや大変そうですね。はい、ってなわけでね、今回は3月のね新しい季節の花
ヒアシンスを、ね、紹介させていただきました。参考になりましたら幸いです。なるべくね高スコアをね取りたいと思ったキノコに入るときはピクミンのね頭にヒアシンスを咲かせてみてください。そうするとね他の花をね使うよりもお仕事力が上がるんで、これね覚えておいてください。それじゃあ今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。